なあ、この道がなんて呼ばれとるか知っとるか？この道はな、人呼んで涙道や。いわくダイエットに敗れ空腹に疲れ果てた両王の女性とが涙で歩く悲しい道だからやって。まるでやない、今うちが取ってつけたんや。とにかくダイエットや。ダイエットは女のライフワークや。人生最大の戦いなんや。ちゅうわけで頼むで。頑張ってうちらをバーンキッバーンのナイスボディにしたってや。
かけだよ。さーて、今日のテーマはシュレーディンガーのムコ。違うだろ、ムコじゃない、猫だ。いいんですよ、ゲストの桜庭先生、ムコの方が萌えますもの。お姉ちゃん、わけわかんないよ。シュレーディンガーとか猫とかって一体何なの？シュレーディンガーは物理学者。とりあえずネットで検索してね。うわ、投げた。だってすごく長いんだもん。娯楽番組に知識を求める？違うわ、求めるのはうんちくよ。バラエティのコンセプトだが、視聴者の夢と希望を根こそぎぶっ倒す発言だな。でもかいつまんでは話そうよ。それはうんちくでしょ。その通り。というわけで先生、よろしくお願いします。やっぱりそうか。しかし私の専攻は生物学だぞ。興味がない人から見れば学問なんて全部同じですよ。お姉ちゃん、それはダメ。さすがにヤバいよ。なんでかしら。ゲーム脳って知ってる？さーて、説明を始めようか。先生、ナイス。まあ番組が中止になったら無駄足だからな。それはさておき、シュレーディンガーの猫とは、まあ全問答のようなものだ。必要なものは3つ。核分裂する原子、分裂反応が起きると毒ガスをまく装置、そして猫。なんで猫がいるの？毒ガスで殺したんだ。ダメ、猫悪くないじゃん。あくまでこれは仮定の話だ。ダメ、猫を解放しろ。我々は断固要求する。めんどくさい。もういい。要点だけ説明する。シュレーディンガーの猫の根幹、それはすなわち観測が状態を決めるということだ。あ、つまり自分の目で見て決めるということだ。それまで結果はわからない、そして混ざる場合もある。さあ、核心部分ですよ。皆さん、メモのご用意を。先ほどの猫を用いた実験の場合、核分裂が起きると毒ガスが出る、そして猫は死ぬ。だが箱の蓋を開けるまで中の様子を知ることはできない。ここで先ほど話した混ざる場合、つまり猫の精子が混ざった状態が出来上がるのだ。それってつまり猫が生きてるかどうかわかんないだけじゃん。というわけではない。そのあたりはいろいろと難しいから、本気でネットを調べてくれ。やっぱり投げっぱなしか。先生、質問です。なんだ二等兵じゃなくて宮川くん。猫が生きてるかどうか入れてる箱を揺すればいいと思います。お姉ちゃん、ナイス。そしたら猫が鳴くから生きてるかどうかわかるよね。箱が固定されてたらどうする？日陰くんが答える。箱をバンバン叩きます。そしたら猫はびっくりしてますよ。箱が分厚く、そして密閉され、鳴き声が聞こえないとしたら？かわいそうだよ、猫苦しいよ。それでも観測するまで状態は決まらない。それは否定できない要素だな。そんなのおかしいよ、開けなくてもわかるもん。そうね、それで生きてるヌコと死んでるヌコが同時に存在すると言われてもね。今いいことを言った。
そうだ、そこなのだ。原子の分裂状態と猫の精子は根本的には別問題だ。それを両義には扱えない。つまりパラドックス自体が成立しない。間違っている前提をもとに理屈が成立すると思い込んでるだけなのだ。お姉ちゃん、わかった。何がかしら？全然わかってなさそうだね。あらあら、失礼ね。一番言いたいことはわかっているつもりよ。っていうと？思い込みはダメ！前提を否定しろ。そして思い込みの力を侮ってはいけない。そのことを忘れるな。私からは以上だ。何がなんだかわかんない。日陰ちゃん、考えちゃダメ。感じるのよ。それも何かわかんないけど、まあとにかく皆さん、バイバイ。本日一番の投げっぱなし、日陰、恐ろしい子。